皆さんこんにちは2018年管理業務主任者資格講座説明会始めていきます担当は REC 専任講師亀田ですよろしくお願いしますはい、それでは今回のお題なんですが、えー、こちらとなりますね、えー、宅検試験後から始めて管理業務主任者超短合格大作戦ということでまあ、主になんですが今現在宅検勉強を一生懸命頑張っていらっしゃる方 まあこれ視聴、えー、する時期によってはもう試験終わってしまった方もいらっしゃると思う結構前の方もいらっしゃると思いますが今年卓研試験この勉強を生かしてですね、えー、結構時間的にはタイトなんですが42日後のですね管理業務主任者この試験も一気に合格してしまおう、まあ、その人たちを、ね、サポートするガイダンスです、えー、よろししくお願いします。 で合わせてですねせっかく、まあ、合わせてというよりもこちらが主目的ですかね「宅研試験に向けて勉強してらっしゃると思います」えー「管理ゴ務審査におけるですね、まあ、一番大きな法令科目である区分所有法」なんですが「宅研試験でも1問ではあるものの出題されます」まあ「その点に少しだけでもね役立てば」ということで。 区分所有法の、まあ、レジュメなんですが規約集会ね、えーまあ、これだけではないんですけれども区分所有法そのものの、まあ、どういう法律かというところも踏まえてそして、まあ、試験でのポイント実際に「宅見」で出題された過去の、ね、出題例から、まあ、今年こういうところを勉強していけば、まあ、宅見試験で、えー、1点ね重ねて取れるというところも踏まえて、ね、あのミニ講座を進めていきますのでよろしくお願いします。そしてそししてて 最後にほんの少しなんですが、えー、宅研試験後本当に42時間でカニ、えー、業務主任者は間に合うかないっていう声が結構多いのでレ e クでは毎年ですね卓研試験の後からですね集中してやる講座ねこちらの超、えー、短合格ロードパックまあこれを用意しておりますそれのほんの少しの、ね、紹介をさせていただければと思います。実私もも、ね、も横浜でで担当をずっっとやってるものののすけれどもそちらの講座の説明を 合わせてさせていただきますので、まあ、それ踏まえてよろしくお願いします。はい、まあ、あのー、当初まあ若干なんですが、管理業務主任者なんぞやというところもありますし。 管理業務主任者の試験内容ね、えー、まあ概要もどういうもんだっていうのを全く知らない方もいらっしゃいますのでほんの少しなんですが管理業務主任者とそしてその試験の概要ね、えー、少し概段させていただきますのでまずですねこちらのちょっと文が長いのでもう以降長短合格大作戦のレジュメと言わせてもらいますので、えー、お手元にない方こうやって画面にしっかり見せていきますのでね、まあ、それでご覧になっていただければって結構です。 マンションにおける法律専門家その通りなんですけどマンション管理における、ねえー、このレジュメの四ページへちょっと進めていただけますとそこにはですね、えー、宅建業法とマンション管理適正化法の比較としてありますまあここにですね、えー、っと宅地建物取引士の業務とそして管理業務主任者の業務としてあるので、簡単にいきますと管理業務主任者はそのマンション管理業者において マンション管理業者は何をするかというとマンンションの管管理理組合と委託契約を結びますねその契約内容について結構ですね管理組合の人たちだと見えにくいところがあるんですね。まあ、それをもって結構消費者のその管理組合の人たちに、えー、まあ迷惑をかけたというわけじゃないんですけれどもやっぱり有利な立場にいましたので規制、えー、することになりました。そこの マンション管理委託契約を締結するに際してこういう内容ですよっていう重要事項を説明するその資格が管理業務主任者です。なんかどっかで聞いたことありますよね。えー、と宅建業務における重要事項の説明宅地建物取引士がやります。それと同じちささらにさらににですね 契約書を結ぶんですが管理だ契約を結ぶんですがその契約書において記名を押印していきますもちろん重要事項説明書にも記名を押印するもの、ね、もうこの点もほとんど宅憲士と同じ立ち位置なんですね。でプラスアルファ管理業務主任者は管理事務の報告というものもありますが基本的にこういった業務世の中で管理業務主任者しかできないという立ち位置であるんですね。まあ、さらにに言うと一、ね、一定定数数ののの、まあ、事務所における、まあ一定数のまあ、専任者も業だったら 宅地建物取引地マンション管理業者であればマンション管,、えー、管理業務主任者ね、まあ、これが要求されておりますので非常に酷似してるんですねでどちらもまあ大きな括りというと不動産業ではありますのであの関連会社でねもういきなり今まで販売やってたのが、えー、マンション管理のフロントマンになるとかね、まあ、こういうこともありえますので、まあ、いずれ まあちょっと言葉が悪いんですけれども今、えー、勤めていらっしゃる会社においてね、えー、と取らされるっていうことになるんだったら今のうちね「たっけん師の」の、えーまあ、勉強の,そのついでというわけじゃないんですがその知識を生かして、まあ、管理業務主任者ゃも頑張っていこうというところでしょうかね。はいでです試験、まあ、内容というか概要なんですがこれまたですね「たっん」の試験と、まあ、告知しておりまして50問です4択です。 そして合格ラインがおおよそですね、過去5年見てみますと35点近辺ですねちなみに昨年2017年度は36点ですからこれまたほぼほぼ宅見と一緒なんですね。だから、まあ そうですねゼロから始めて管理業務主任者40日だとこれはちょっときついですけれども宅検のまあ合格レベルまであればですねその勉強癖もありますしそしてしその勉強癖っていうのは同じ形態でやるっていうところが大きいんですね、まあ、さらにさらに言いますと今から少し紹介しますとあの結構出題内容が同じところがあるんですねまあ、それを活かすとまあ十分42時間でですね宅検試験の後から勉強を始めてだとしても、ね、間に合うものです なんでねまあ、その辺を踏まえて少し聞いて頂いければと思います。でその学習の,その、えー、すべきその法令の内容なんですがこれまたその、えー、と長短合格大作戦のレジュメの1ページめくって頂い,いてページ数は振ってないんですが2ページ三ページになる,るんですかね、はい、すみませんお題が3番目、えー、っと宅建学習ののための長短科目別得点戦略、まあ、このお題はどうでもいいんですけれどこれだけ結構 かぶってるというかね類似ですというのを見ていただきたいんですがこれ管理業務主任者においてはですねえ上から3つ目ですね民法その他法令としてありますねこれが11問出てくるんですよえ民法まあおおよそ6789問そんな感じでしょうかねえまあ8問9問かと思いますからですねここには書いてありませんが借地借家法も出てきますし宅建業法も2問ですねだから思いっきりまあ宅建試験とかぶっている範囲でいうと11問あるんですね それから、えー、宅建試験では1問だけですがやはりこの管理業務主任者はマンションの、ねえーまあ、専門資格でありますから区分所有法これがおよそ、まあ、10問前後でしょうかね昨年だと9問でしたでこれ合わせると20問あるんですよ。ということは50問の試験のうち20問思いっきりかぶってるとなるとこれアドバンテージ以外何者でもないですからね。それとです、えー、もう一つマンション管理適正化法先ほどちらっと見ましたがね あの結論で言うと、宅建の試験における宅建業法ね、まあ、宅建業者を規制する法律、それと同じ立ち位置で、マンション管理業者を規制するこのマンション管理適正化法、これ5問出されるんですよ。ということは、全く同じじゃないんですけど、後ほどちょっと過去問から見ていくんですけれども、それで紹介しますけれども、結構、酷似してるんですね、それを合わせると、おおよそですが、はい気持ちの中で、半分は宅建で勉強してるっていうふうに考えてくださって結構です。そうすするとですね 極端な話ですがその半分のベースがあるから残りの半分25分 ですよね、そこからもう10点取っていけば十分合格しますのでねそれを考えると、まあ、42時間あれば、まあ、十分とは言いませんがね、まあ、しっかりやっていただければ間に合うものなのでね、まあ、それを踏まえてあの願書出された方はもう受けざるをえないんでね、えー、ただし今宅建試験に勉強を集中してくださいねやってる方はねその後で十分間に合いますから、まあ、そこはね、えー、もう出してしまったんだからしっかり、まあ、勉強して進めてくださいというところでしょうかね。はい でです先ほど見ましたように、えー、このマンション管理適正化法なんですが、まあ、これ同じですねこちらの長短合格大作戦の巻末にですね、えー、と類似というかねあのー、過去の問題がちょっと一例として載っておりますのでこの後ですね区分所有法のミニ講座始めていきますがそれに向けてちょっと頭切り替えて、えー、勉強の方ね切り替えていただくために。 ちょっと過去問を紹介しますね。何の先入観もなしに考えていただきたいんですが、ずっとあって、これはまあレックのあの過去問題集からの抜粋なんですが、こちらにですね。これ、36番の管理業務主任者これ昨年度の問題なんですが、これ同じような問題です。はい、ちょっと考えてみましょう。宅建の知識を生かしてえ、講じていただければ結構ですのでね。 えっとすいません解ききれてない方はちょっと一旦画面止めていただいてね、えー、最後まで解いて頂いければと思いますのではいじゃあ行きましょうかね、えーまあ、この手の問題が出題されますということでですね、まあ、隣にあの解説回答がありますものの。 あ、多分これだろうなって感覚で、えー、見えたと思いますね、えー、管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば正しいものはどれかとあります。はい、ここにですね。足の2番ですね。管理業務主任者。これはもちろん登録制です。あのー 検事と同じようにねで悪いことをするとやっぱり取り消されるんですねそこでこのキーワードですね管理業務審査として行う事務に関して不正または著しく不当な行為をしてこの言葉ですねその、えー、上場が特に重いとしておりますね特に重いどっかで聞いたフレーズかもしれません 確か宅地建物取引士も上場が特に重いようなことをすると、まあ、言葉違う少女処分ということとなりますが、同じように取り消されましたね。うん、それは取り消されるでしょう。で。ちなみに、あの管理業務主任者の登録は国土交通大臣ですから、もちろん大臣がね、えー、これが取り消すということとなっていきます。ということで、正しいものはまあ、お予想検討がつくところでしょうかね。ま1、あ、つ紹介させていただいたのは、あのもちろん。 えと内容は異なるものの、まあ、法律の組み方法律の構成の仕方がほとんど宅建業法に似てるんですね、えー、あのマンション管理業者が登録制でそして、えー、と管理業務主任者もこれも登録していくっていうことでその登録の基準であったりそれから、まあ、悪いことしたらこれ取り消されて,てその並びがほとんど一緒なのでだから 宅建業法の力を結構使えるっていうところなんですね。まあ、こういうことも踏まえるとやっぱりアドバンテージとするとね、半分の25問もあるというところです。ちなみにせっかくですから、これ今年もし宅建試験ね、えー、出てきたらと思っておいてください。この3番の足考えてほしいんですが。 これ管理業務主任者、えー、登録を受けている場合、まあ、もちろんですね住所や名前に変更があったらもちろん登録が違ってきますのでそれはもちろん届けて,ていくこととなります合わせてこの管理業務主任者はですね管理業務主任者証というのを持ってますのでそれをまあ書き換えなきゃいけないので、まあ、訂正を受けるように提出するんですが、えー、問題はこうあります。 管理業務主任者は登録を受けている事項について住所に変更があった場合はですねもちろんですねその旨を届け出ていきますなぜかというと登録事項に変更が生じるからですねそしてさらに管理業務主任者証はどうするかというともしここの点名前に変更氏名に変更があったらですねこの管理業務主任者証を添えて提出してまあ、これ書き換えていかなきゃいけないこととなるんですが 住所は実を言うとこの管理業務主任者証には記載がありませんので、えー、結論とするとその訂正を受ける必要はないので文章としては誤りとなるんですがこれ今年宅建試験で「出るる可能性があるのでで注意しておいてくださいなんで宅研試験で管理業務主任者」のことってなるんですが実を言うとですねまあ同じ並みの中でですね えー、宅地建物取引者がありますねそれから管理業務主任者も管理業務主任者証っていうのがあるんですね。で実を言うとですね管理業務主任者証もですね、えー、2年あ失礼3年前まではその主任者証にですね自分の氏名と住所が書いてあったんですね。でこれこういう要望があったのですいません管理業務主任者証は業務の通路をこれ見せなきゃいけなかったりするのでそこに 住所が書いてあるとね嫌だっていう声があまりにも多かったので実を言うとこの管理業務主任社証からですね住所の記載が外れたんですねだからこそですね住所に変更があった場合もちろんですね届出はするものの管理業務主任社証これのまあ訂正を受ける必要はない当たり前の話で住所は載ってないっていうことなんですね。でです宅地建物取引支障を考えてみましょうね。あれ え実を言うと今現代も宅地建物取引書にはですねご自身の住所が載っておりますこれ管理業務主任者証と違うところなんですねこれ実を言うとまあ2年3年前にですねまあ同じようなまあ身分証明になるものなので住所の記載はどうかなっていうまあ論議の中でですね管理業務主任者証はもう住所を外してしまうということで法律改正されたんですね で宅地建物取引証なんですがけれどもこれあの結構強い身分証明となるのでさすがにですね宅地建物取引証からの住所の記載これ削除できなかったんですねだからもしですはい、えー、切り替えましょうですね宅地建物取引証ですけれども住所が変更があったらもちろんその宅地建物取引証ね記載があるからですね、えー、合わせてやっぱり提出してということとつながっていきます。 がもう一つはですね、えー、同じ時に宅地建物取引証はこういうふうに改正されたんですね。あの宅地建物取引証自体に住所の記載はこれ消せないのでもしあのお客さんの方からあるいは重要事項の説明する際に、えー、提示しなければいけない場面においてはその住所欄にシールなどを貼って隠して提示してもよい。 っていう風にされました。まこ、あ、れちょっと苦肉策でしょうね、えー、管理業務主任者証はですね。これはもうその管理業務主任者証からですね。住所の記載が抜けたまあ。これはいいんですけど。 宅宅地地建建物物取取引引ははでですすすねねこれ実言うとままだだ抜けてないんです、ね、だから宅地建物取引証には住所の記載がありますただこれを見せるのはっていうことなので見せる際提示する際にはですねその住所欄にねシールを貼ってこれ隠して提示してもいいっていうのでね一つ加わったところあのー、改正、えー、2年前ですそれからまだ出題がありませんのでねまあ、今年あたりっていうことでまあ、合わせて今年の宅建試験ねはい。 県市の,その、えー、主任作事、えー、建物取引証にはですね、住所は記載ありものの、まあ、隠して提示していいというところを、ねまあ、踏まえてやっていただければ今年の試験に役立つかなというところも踏まえてやっていただくと、まあ、先ほど言ったようにこのマンション管理適正化もね宅建業と非常に似ているところがありますのでかなりのアドバンテージになる。 結構ガイダンスとは言いつつ試験の内容まで踏み込んでね、えーえー、やっていきましたので、はい、まあガイダンスはこの程度にしてだいてさせてだいて。 せっかくですからちょっとレジュメを書いていきましょうこちらですね、えー、宅検試験に出る区分所有法の規約集会というまあレジュメがあります結構分厚いものがありますお手元にない方はこういった形で示していきますのでね考えていただければと思いますあの確かに宅検試験においては たっったたの一問なんんででですすすねで言葉悪いいいけど捨ててる方もいらっしゃいますただこの先おそらくこのえとウェブを聞いてまあ視聴させてくださってるということは管理業務主任者の試験も考えてらっしゃるはずなのでまあこの際ですね1.2でも役立てばっていうのでまあ区分所有法まあ大元の知識とそしてまあえと試験に出るようなね知識も踏まえていくつかね紹介させていただきますのでそれ合わせて聞いてくださいばと思います。はい では、えー、っと、いくつかページをめくっていただいて、大きなお題ね、えー、っと、区分所有法、まあ、全体編としてあるんですが。まあ、ここのところから少しお話しさせていただきます。えー、まあ、区分所有法って、な、どういう法律かっていうところなんですが。 まあ趣旨は結構ですが、えー、とこの区分所有法自体は昭和の32年に制定、まあ、古いといえば古いんですが民法自体が明治からね、えー、続いているものに比べるとそれに比べると新しい法律、ね、なでなぜこの37年にできていったかっていうとですねあの37年を過ぎて大体40年代に入ってくるとです、ね、あの高度成長期に入ってきてですねあのいろんなところで大型なまあ団地やマンションができ始める頃なんですね。 あの大阪でいうと千里ニュータウンとかありますし、えー、東京でいうと多摩ニュータウンね、まあ、結構、えー、今、えー、と老朽化されてるところがあるんですがその高度成長の頃にどん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 住宅が足りないということとかありましたので、えー、っとマンション形態のものを建てていこうという,う、ね、このまま民法の法律だけだとどうしてもこういう区分所有建物の管理が行き届かないだろうということを想定してですね じゃあそれに向けてやっぱりえこの区分所有建物いわゆるマンションですねそれに特化させた法律を作った方がいいっていうので制定されたのが区分所有法なんですねどういうところがまあそのマンションを管理していく上で民法だけだとダメだろうなって思われたのがそれ2ページなんですね、えー、マンションと区分所有法とあります。まあ、あのよく使う図なんですがこちらに2ページですねあの四角の図が3つあります。 これ左から順番にですね、えー、単独所有これ民法上の単独所有だと思ってください簡単にいきます一つの建物を A さんがもちろん一人で持ってるっていう状況ですでこういう形態もあります右側ですねこれ民法上の共有ですね 一つの建物をまあ、持ち分を持ちながら4人で共同所有している形ですね共同の所有これ民法上の共有となりますで、ルールはあるんですねで、民法上でこれ一人で持っている場合の一番強いところはで、ね、一つの物をもちろんこれ排他的に他を排他してまあ、排除する形で所有できるって非常に強い権限なんですねこの所有権というのはえー 共有になりますともちろん共有で、まあ、それぞれの、まあえー、持ち分を持っているんですがこの時にちょっと厄介なのは、まあ、変更する場合ですね、えー、どういう形態を取るかっていうとやっぱり共有物ですので変更していく形になります、はい、民法上はやはり変更する場合これ全員の同意が必要となりますとやりましたかね宅県でもね同意は同意でも全員ですねで変更していくっていう形のルールがありますこれが厄介なところなんですね えー、単有所有しているところのこの所有権の強さとそして、えー、と共有しているその場合変更する場合のこの全員の同意がいるっていうことこれが一つの建物をこれ区分所有となります一つの建物を区切ってこれですね丸になってますがイメージとするとですね各部屋201号室202号室101号室102号室とそれぞれ区切って 所有している形態これが、まあ、いわゆるマンンションの所有形態なんですねでこの所有形態になりますと結構これが邪魔になることがあるんですよ。所有権の絶対まあよく排他的な所有権っていうのがあるんですけれども邪魔になることがあるそれからこの共有のルールでもうまく管理できないっていうことも出てくるんですね。一一一つつはでですよ、えー、これ一つの建物を一人で持っている状況だと 結構自由に使えるんですけれどもこの確かに区切られたところを所有している中でもこれ壁一つですね床一つですねこういう形態であまりにも好き勝手されると他の人の人迷惑が結構かかるんですねだからまあ一つ民法上で認められているこの所有という絶対性をですね少し制約していかなきゃいけないだろうっていう目線で制定されたのがこれ区分所有法なんですね。 実際問題どういう現象が生じるかということなんですけれどもこれ結構今現在も世間に逃げはわしてるのがあると思いますが一つでゴミ屋敷例にとりましょうかねえゴミ屋敷こういう単有形態でゴミ屋敷にしていた A さんがいたとしましょうですね周りの人の迷惑ですねこれ A さんに対して何が言えるかって言いますかねゴミ屋敷経験ある方はいらっしゃるかもありません近所の人がですね自分の家ゴミ溜め込ん,だんですよでこの人は必ず言いますわしのうちなんだよ 何に使おうが何をしようが自由だろうはいその通りなんですよただめ周りにあの匂いとかねそれから衛生上良くないという現象が出てくると周りの人はこれは言えますすいません A さんあなたが溜め込んだゴミによって非常に不衛生となっておりますゴミをどうかこれ撤去してくださいお願いしますこの要求はもちろんまあ所有権であるものの通るんですがこれは絶対言えませんあんたの生んだゴミね えこれで迷惑しているんですよ。あんたがこの町にいると非常に好ましくないので出て行ってくれ。これ所有権がある以上、実を言うと言えないんですね。だから結構ゴミ屋敷になっている状況って問題となっているのは、撤去ゴミを撤去するものまたここを使うのは A さんだから次から次へとゴミを溜め込んでいくんですね。だから堂々巡りとなって非常に問題となっているっていうのはこれ実を言うと民法上の話です。 この民法のこの所有権の一番まあ癌といえば癌なんですが、この人がいくら悪い使い方をしてもですね、それをやめろとは言えるものの、こっから出ていけ、えー、ここのまあ、いわゆる自分の所有物を使うなという権限は他の人にはないんですね。まあ戸建てだったらギリギリセーフかなというかしょうがないかなと思うんですが、これを マンンションに持ち込ままれるとどうなりますかね、えー、もちろん周りの人は迷惑なんですがもう周りの人の迷惑のかかり方がですね、えー、壁一一つ床つ床でででられたたたところななんんすすよたまったもんじゃないですかだから区分所有法は一つ何をしたかっていうとこの、えー、と民法上の所有権の強いところを少し奪ってしまってもし仮に A さんがですね周りの人たちに迷惑行為をかけている場合はもちろんやめろと言えますゴミ撤去しよよと言えますし。 さらにプラスアルファあ,あまりにもひどい場合は A さんお前この部屋から出ていけ使うなここまで言える権限をしたのがまあ一つ区分所有法の特徴なんですねそれともう一つなんですがこのマンションのような1つの建物を区切られた状態で所有している場合はです、ね、A さん2階に飛びつけけるわけあ飛,びあの飛び上がるわけにはいきませんね。必ずまあ1階の方を使って 入っていかなきゃいけない状況でですね。あのまあこの絵からは見えませんが、まあ、ちょっと妙な絵になりますが、入り口エントランスというのがどうしても必要となってくるんですね。ここの部分については、a さん、b さん、c さん、そして d さんの共有状態になっております。で、こんな abcd 4つの部屋のマンションっていうのは珍しいというか。ああ、今現在によってほとんどありません。通常区分所有建物のマンションになりますと、100個200個も、えー、ありますよね？ そ例ううで,で,ここで,ですねえー、我がマンションもだん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 老朽化というか人がね、えー、っと年取ってきたよね、えー、そろそろちょっと手すりつけようとかねそれからまあスロープつけようっていった時にじゃあこの共用部分入り口の部分を変更する際にそうなんですね民法のルールだと全員の同意が必要と 4人だったら全員の同意取れるでしょうが100人200人の区分所有者がいる中でですね果たして全員の同意が取れるでしょうかっていうことで民法の共有のルールだとどうしても管理が行き届かないっていうことでもう一つの目線は主にこのみんなで所有して使っていく共用部分入り口などの共用部分のまあ管理について特別ルールを全員の同意なんか無理ですからねっていうことでまあ特別ルールを設けました。 っていうのが分だからまああの一言二言で言ってしまいますとこの区分所有法というのは民法上のあまりにも強いこの所有権を少し制約したということと民法上の共有のルールだとどうしても管理が行き届かないので民法上の共有のルールを変更した、まあ、ここにあたるんですねだから試験でも比較的出題されるところでもありますね。えー と、そうですね。早速ですから、このこういう形で区分所有法がえー、まあ、制定されているという。まあ一例なんですがね。この所有権の制限のところを一つ二つ見ていきます。と、えー、っとこのレジュメの方ですが、7ページで進めてください。共用部分の処分の制限ないしはその下にですね。敷地利用権との分離処分の制限としてあるんですが、7ページですね。簡単な話です。あのまあ、所有権のまあ。えー 絶対性の制限の中でこういうものもありますマンション考えましょうかね、えー、ちょっとこの図だと分かりにくいんですけれども先ほどのマンションと同じような図でですね四、えー、人 A さんがいました B さんがいました そししして C さんがいました、D、さんんががいいままたた D 入り口ね下についてでおかしいですけれども ABCD とありますね、えー、実を言うと各部屋は A さん B さん C さん D さんがあ区切られて所有しているものの入り口の部分は ABCD ね、えー、それぞれ共有してるんですねで先ほど言ったように全員の同意っていうのは結構きついので別ルールにしていく中でやはりここの、まあえー、っと入り口部分であっても所有権のその持ち分権は持ってるんですね。そこで民法を思いい出してください 確か共有状態になっている共有の持ち分は A さん自由に処分できたはずですねそうですねあの共有といえども所有権ですからその処分権は絶対あるはずなんだからこの A さんは自分の持ち分について他の人たちの同意などは全く関係なく単独で売ることができますがこれマンションでされるとどうなりますかねえここ自分で区切られた201号はまあ A さんのものなんでここを A さんのものに残しつつですね ここの共用部分の自分の持ち分だけ売るってなりますとここに E さんが入ってきますね入り口の部分だけ「E」さんっていうのがおかしいので一つまあ所有権のまあ処分の制限も一つ入れてるのがまあここの区分所有法なんですね。ズバリ共用部分の処分については制限を受けております。 専有部分すなわち自分の部屋の201号室とか202号室ねその専有部分と共用部分の持ち分はまあこれ不可分になっておりますのでまあ、結論でいきますとちょっと太字になっているときですね共用部分の持ち分を専有部分から分離して単独に処分することはできないとしております同じように敷地の利用権っていうのもあります あのまあ、この図でいきますと,、えー、っとマンションも建物ですから必ずその敷地の利利用すする権利がありますで所有権であればやはりその敷地がじゃあ今回そこの持ち分権だけ残しておいてこの部屋だけをね E さんに売ったらどうなるか E さんこの建物を、まあ、あの所有する権限がなくなってしまいますよね。 そうするとおかしなことになりますというので、同じように敷地の利用権についてもですね、その持ち分権だけを分離して処分することは禁じられておりますという話です。はい、その点が、えー、括弧の2番のところですね。太字になってますが、専有部分と敷地利用権これを分離して処分することが禁じられているという話なんですね。はい。 まあこういうものが区分所有法で、ズバリどういう形で取材されるかっていうのが、この、えー、っとですね、事例じめの巻末21ページに、かってのか、あの、卓研の試験における出題例がありますので、それ見てください。そこのですね、えー、丸の一番ですね、21ページ、ちょっと回答がありますので、見えなくようにうまく隠しておきますが。 宅地建物21ページですね宅地建物取引過去問の丸の1番目からですねこれ2010年度に取材されたものなんですが読み上げます敷地利用権が数人で有する所有権その他権利である場合区分所有者は規約で別段の定めがある時を除きその所有する占有部分と占有部分にかかる敷地利用権を無理して処分することができるからいや先ほどできませんって言ったのでその通り誤りということとなりますね。 えーまあ、ごくごく簡単な事例ですけれどもこういう形での取材です、まあ、今年ズバリ出てくるあのこの敷地利用権の,、ね、あの分離処分の禁止がです、ねまあ、しばらく出ておりませんのでもし出てきたら、まあ、ここね、えー、しっかりできませんと答えただ、あのー、この試験でちょっと引っ掛けもあるのでポイントはですねこの敷地利用権これ分離処分禁止されておりますが規約で別段の定めがある時はできます。 まあその意味でこれあの逆さままの表現になっておりますね正確な文章にするとですね、えー、この区分所有者は規約で別段の定めがある時を除き分離処分することはできませんということは逆に言うと規約ででで別段の定めがあればできるとということですね、えー、実を言うとそのマンションの管理においてはですね一応区分所有法というしっかりした法律があるもののですね、うん 制定されたのが、まあ、高度成長に向けて、まあ、と予測的に作ったところがありますのであのマンションのそして自治管理ということもありますので1億文書有法に規定があるものの、まあ、マンションの、まあ、独自の,その規約で別段のルールを設けてもいいというふうにしておりますこれ実を言うと管理業務主任者の試験においてもそれから宅建の試験においても一つ本体となるところなんですが。 先ほどののページの、ね、知識で戻ってみましょう基本的にこの占、うん、有部分と敷地料金は分離処分は禁じられておりますがこれ原則なんですねズバリいきますと規約で別段の定めがあれば分分離処分も可能となります、まあ、そういうところも踏まえてねえー、っと確か分離処分原則として禁止ですが規約で別段の定めはできるまあそこまでねえー、っと出題としてはありますので、ねまあ、その意味でえー、っと先ほどの問題ね ここれ一問一問答形式でしたといいうところを見ていきました所有権の、えー、まあ制限という意味合いではですね実を言うとまあせっかくちらちらと見,て、えー、見えておりますのでこちらの2番の問題の方がですねあの確かに近年の宅建試験においては出題されておりませんがマンションの管理する上では非常に重要なところなのでねいつ復活してもおかしくありません。ちょょっと考えてみましょうかね せっかくです、えー、っとちょっと知識入れる前にこういう出題がされますよっていうことでちょっと古めの問題ですが、えー、正しいものを選んでください少しだけ時間とりますので、えー、まあとけなかった方はちょっと映像を止めていただければと思います。はい、では少し考えていきましょうかね。 えー、この言葉ですね区分所有者の,この共同の利益に反する行為これごミため行為だと思ってくださいごみ屋敷するような行為ねこれをしたもの,あの通常の民法だとや,るやめろと、まあ、あの行為をやめろということは言えるものの出ていけって言えないですねところがこの、えー、と区分所有法においては最悪の最悪そいつを出ていかないとの,あの壁一つしかありませんから、まあ、そこまでのまあ権限を えー、区分所有者などに与えているっているとうころですねそれを踏まえて読んでいきますと1番目ですね区分所有者が区分所有法第6条1項に規定するこの共同の利益に反する行為をした場合ある区分所有者がですねでは全体でその管理組合、えー、ないしは法人があった場合は管理組合法人なんですが当該 行為の停止、ゴミを貯めるなゴミをどかせっていうことこれが請求することができるものの、はい、その部屋を使うなと家、えー、使用禁止が言えるかあこれ言えるさらに言うとその部屋を売っ払ってしまうことができるかっていうことなんですがこの使用禁止とかこの競売についてもですね実を言うと区分所有法においては認められる。 というところなんですねこれが民法ではさすがに行為の停止ぐらいまでは認められるものの所有権はやっぱり絶対ですので使うなとかそれからもう追っ払ってしまうとまでは認められておりませんところでやっぱりこの区分所有法はここぐらいまで認めてあげないと実質的な解決にならないというのでこれできないわけではありませんもちろんできるという話ですね。はい、それから2番目ですが占有者は この区分所有法では、この占有者はまあ借りてる人は賃借人だと思ってください。その賃借人が今度は共同の利益に反する行為をしました。管理組合法人は当該占有者の占有部分の引き渡しを請求訴訟を提供できない。あの。 借りてる人なので競売したとしても残ってしまいますから、結局そいつを追い出すためにはこちらに引き渡せっていう請求ができるんですね。それができないわけではありません。まああの借りてる人も借りるという権限強大なんですが、区分所有法ではその権限を奪い取ってしまうこと、これも可能にしております。ではそういう行為を行うとそういう行為というかね、えー、共同利益に違反している人に対して競売とかそれから行為の停止とか使用の禁止こういう行為をする場合には。 まあ相違としてどれぐらいのものを取らなきゃいけないか。やっぱりあのー 悪い人に対して何々せよとか、えー、するなとかという以上はですねあの管理組合で総意である場合やっぱり総意を取らなきゃいけないということで集会の決議が必要となってきます区分所有法57条のこの行為の停止の請求をする場合ですねこの行為の停止というのは比較的、まあ、民法上でもまあ認められるか認められないかというと、まあ、ギリギリ認められる行為なので少し緩い決議、はいえー、4分の3ではなくですね のの決議ででいいいいここれはは文ととととしては誤りということとなりうなます、はい、最後その部屋を使うなっていうの結構強大な権利なのでしっかり区分所有者でもですね他の区分所有者でもですね、まあ、まとめておこうというとこれは重い決議ねいわゆる特別決議である4分の3以上の多数が必要ですというところで最後の文が正しいということなんですね。で初めて聞 聞かれた方は何のこっちゃ先に説明しておきましたがせっかくですからえー、っとレジュメの方八ページに戻っていただいてで知識入れた後でもう一回だけこの問題を当たってみてください、はい、簡単にいきますね八ページですがあの共同の利益に反する行為これ広い意味で、えー と、まあ、広い意味というかねいろんな場面を想定したのでこれ抽象的な表現にしてますが具体的に言うとですねあまりにもひどいごミためとかそれから、えー、とペットを禁止って書いてあるのに、まあ、決めてあるのにものすごい数のね、まあ、ブリーダー顔めけぐらいのね、えーまあ、犬を飼うとか、まあ、そういう、まあ、行為周りの人に対して迷惑ですね。えー、ででやめるとは言えるんですけれども あの民法上はそこの部屋を使うなとかもう取り上げてしまうということまでは言えませんところでやっぱり壁一つ床一つのマンションにおいてはその部屋を使うな使用の禁止ですねそれからもうその部屋ごと奪い取ってしまいます競売してしまいますえー、それから占有者うん 迅弱人などがあった場合そこからね一旦管理組合に引き渡せこういう行為ができるんですねこれ民法上だとほぼほぼ不可能なものを認めてあげますだからこそ逆に慎重にやりましょうということでですね区分所有法でももちろん使用禁止や軽売請求それから引き渡し請求の場までできるんですねで決議はやっぱり特別決議ですと特別決議は基本的にこの4分の3の決議です普通決議の場合はこれ過、えー、半の決議なんですけどね で通常、まあ、民法上でもぎりぎり認められるかなっていうのはゴミを貯めるのはやめろ撤去せよ、まあ、その程度の行為については過半でできるというところなんですねこれがズバリ出題されるっていうところが、まあ、宅建の試験でもあります。 もちろん管理業務主任者においてはこのえ共同利益を反するえ共同利益に反する行為を行った者に対する措置これはほぼほぼ毎年存在されているのでえですねまあせっかくですからうんあのー 宅っ県試験においてはほぼほぼ、えー、取材は止まっているもののですね、まあ、今年の試験に関してねせっかくやったところなんですが、えーっとまあ、簡単にいきますとその行為をやめろっていうのは非常に軽い行為なので、えー、っと下手すると訴訟を提起せずに単独で行うこともできますしそれから、えー、行為の停止ね訴訟を起こす時これは過半でも結構ですが。 使用の禁止とか軽売とかそれから引き渡しは本来上民法上の所有権の撤退の原則からですね認められないものをあえて認めたのでまあ、ちょっと慎重に集会の特別決議を取ってくださいまあ、そのあたりまででしょうかねまあ、こういう形での出題ですというところです例で,ですなんだかんだ言ってて近年の宅建試験見てみますとですねあのー、マンションの全体構造を知っておいくよっていうことですねどういうふうに管理していくかということで その管理の主な、えーまあ、ルールとしては、えー、管理組合による集会ねそれから管理組合で制定された規約ここに結構集中してるんですねその意味でも、まあ、この後ですね、えー、っとレジュメに戻っていただいて9ページから、えー、っとポイントを踏まえてやはりこの宅建試験で過去取材された問題ねいくつか取り上げてみていきますがい9ページいこちらからですね管理の主体とあります。 おおよそ先ほども出てきましたが管理組合ね、えー、基本的にこの管理組合というのはですね多数の人がいますからその人たちの総意、まあ、全員の同意というのは取れませんので物事を多数決でで進めていいいこうというと意味合いなんですねだからこそ共有だと変更する行為などは全員の同意でするもののこの管理組合で行った場合は小さな変更は過半の決議でそれから大きなね、えーまあ、重大な変更については 4分の3のまけ、あ、多数決でしていけるというルールにしております。で、その管理組合はまあ、時と場合によっては法人してにしてしまってね。まあ、権利義務の主体とすることもできるというのが10ページですね。まあ、こういった形で進めていくものの、基本的にはあい、これは宅建の試験では絶対に覚えなきゃいけないところなんですが、思い出してください。 このまあ管理組合で進めていく上でその共用部分のまあ管理ですね少しレジュメ戻りますが6ページ結局民法においては管理する上ではですねえ特に変更する行為については全員の同意がいるからこれは管理が立ち行かないそこで区分所有法ではですね変更する行為も普通決議すなわち過半の決議でできたり から特別決議4分の3で決議できたりっていうところですね。えー、多少細かいところも出てきます。はい。えー、変更行為軽微な変更は過半でできます。重大な変更は4分の3でよく出てくるのがこれはケノの試験においても規約で別段の定めができるかっていうこともあるんですね。それを踏まえてですね。えー、また幹末の方なんですが問題一つ用意しておりますので、はい。二十二ページです。はいこれをちょっと考えてみてくださいですね。 また回答が見えてしまう。ちょっと見れてしまったかね。えー、と、はい、二十二ページの、はい、えー、お持ちじゃない方画面見ていただいてね。えー、っと、過去問の三番目。 はいちょっと考えていきましょうかねえー、っとちょっとこの91年まあえー、っとありますが表記としてちょっと間違っておるので訂正していただければと思います、えー、また見えてしまいますのでこれ実を言うと2012年結構新しい問題ですね2012年の、えー、13 目の問問題題でででししたといいうところでねね古くはありません結構新しい問題です、ねはい、何を聞いてるかっていうことなんですがその変更などの行為で規約で別段の定めができるかっていうことなんですがもうちらっと見たりしたのでもう正解足見ておきましょう誤っているものとしては足のこの2番目となりますねはい共用部分の変更とあります先ほどの例示名の6ページにありますので共用部分の変更行為ですね。 そののの形状または公用の著しい変更をを伴わないものを除く、まあ、ちょっと読みにくいですがねこの場合は基本区分所有者議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決しますが規約でこの区分所有者の定数議決権を各過半まで減ずることができるかっていう話なんですがここ結構細かいんですね。結論で言いますとこの区分所有者の定数については各過半まで減ずることができるものの 議決権についてはこれは動かせませんですので4分の3のままですっていうので誤りなんですねその点が先ほどのレジュメでいきますとこのカッコ書きの細かい図のところなんですね通常大きな変更これは特別決議でよるものの区分所有者の定数だけは区分所有者の方だけはこれ規約でその過半まで減ずることができるということは、まあ、逆に言うと議決権についてはこれは動かせませんだから誤りだ いうところなんです、ね、でですすね1つ2つこれ説明をしておりませんでしたがまず表現なんですね、えー、っとまあ一般的には小さな変更と大きな変更で分けておるんですが区分所有法上はちょっと厄介な変あまあ表現をしていてですね共用、えー、部分の変更のうち形 形状ですねそれから使い方公用の著しい変更を伴わないものを軽微な変更といって更にこの伴うものと素直に言ってくれたらいいものの試験ではこういう表現のが多いんですね。えー、伴うということは逆に言うと伴わないもの。 覗くととなると先ほどの表現通りですそうですね伴うということは伴わないものじゃない方ですから伴わないものを覗くというまあやたら二重否定で読みにくい言葉なんですがほとんどこの試験においては卓研試験においてもこっちの表現で出てくるんですね形状行用の著しい変更を伴わないこれ小さなものですねこれを覗くとなるので結局重大な変更なんですねだから4分の3のルールですしかも 決議する際には過、ねえー、半の決議もそれからあのいわゆる特別決議もですね基準が2つありましてどちらも区分所有者でも議決権でもどちらでも過半ですそれから特別決議においては区分所有者でも議決権でも各4分の差ちなみに区分所有者と議決権の違いは区分所有者はまさしくそのマンションにいるその区分所有者の数なんですが。 議決権は基本的にその専有部分あの自分の部屋の床面積の大きさで決めていきますのでそうすると微妙に近うことがあるんですね例えばある部屋を1人で持っている人もいれば複数の部屋を持っている人そうなってくると議決権と区分所有者のまあ数が違ってくる、まあ、どちらでも4分の3満たせってことなんですね。 重大な変更すなわち形状向用の伴わないものを除く変更はですね原則特別決議なんですがこっちの区分所有者だけは過半まで減ずることができるので先ほどの文区分所有者の定数も議決権も各過半まで減ずることができるというで とこれは誤りと言わざるを得ないので誤っているものはどれか。まあこの読み方さえ知っとけばなんてことない問題なんですが、実際にこれは宅建の試験で出ております。まあすでにあここの問題あってやったっていう方もいらっしゃると思うんですが、結構このレベルの問題は宅建の試験においては合否は分けると思ってください。えー、もちろん管理業務主任者はもう少し突っ込んだところ出てくるんですけれども、まあこういった <laughs> 知識を活かせるのも、まあやっぱり管理業務主任者の試験でもありますし、やっぱりこの点については今年ねえー、宅建試験、あのー、結構区分所有法は宅建試験においては繰り返し出題される傾向がありますのでね。それも踏まえてちょっと復習していただければと思います。はい、せっかくですから。 集会についても一つ二つね、えーまあ、ルールとそして、まあ、ポイントも見ていただきたいのでそうですね今度はですね集会、えーまあ、失礼しました規約についてもね、はいえー、その下の、はいえー、っと過去問の4番目2009年の13番とあるんですが、まあ、その前にちょっと前提知識として、はいえー、テキストレジメに戻りますが17ページへ戻ってください、はい、規約の話ですね。 簡単にいきますとこの、えー、管理規約とも規約とも単純に呼ばれているものなんですけれどもどうやって決めるか、はいえー、それからどうやって廃止するかでどういうものを決めるかって細かいことを聞いてくることがありますそして、えー、少し特殊な形式ですね規約はもちろん区分所有者たちのルールなんですが分譲会社なんかはですねあの最初からちょっとルール決めといた方がいいこともあるのであのー 複数人の区分所有者がいない状態でたった一人のまあ,あのマンションが分譲する。前は分の分譲会社がまあ1人で持ってます。で、どん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 分譲していく形だから、分譲その前にちょっと、えー、決めておきたい。ルールもあるんですね。まあ、特別に許されておる。まあ、ルールの中で。 4つほど決めれるんですがすいませんこの4つほどのルールを決める際には、まあ、独自の判断じゃなくて、えー、しっかり第三者を入れてあの恣意的な、まあ、あ扱いがないように公正証書で規約を作ってください、まあ、そういういルルールがありますそこで決め方なんですが分譲会社などね、えー、最初に建物の専有部分の全部を有するものはこれは公正証書によってあらかじめね4つの事項だけですけれども規約で定めることができるというルールにしております。 これを前提に、はい、ままたた行っりり来い申し訳ありません画面も映し替えますので過去問の丸の4番目というところをちょっと考えてみてください。22ページですね。うまーく問題映して回答はあ見えたごめんなさい。 ちょっとと解解いいいててててる途中は止止めめね、えー、映像を止めて解いていただければと思まますすいません先ほど少しね回答が見えてしまったんですがまあ振りがあったので結構分かったと思いますが誤っているものはどれかの中でですねはい4番目ですね、えー、他の区分所有者から区分所有権を譲り受け建物の占有部分の全部を所有することとなったものは厚生省庁による規約の設定を行うことができるとしてありますが。 こここが違います、えー、これは分譲会社のまあちょっと言葉悪いんですけど分譲会社の便宜を図った規定なので。 他の区分所有者から区分所有権を譲り受けて結果的に全部を有することとなっても最初じゃないですよね。だから誤りなんですよ。えー、っと規定としては先ほど見たようにですね、あくまでも17ページのこの構成証書による規約が作れるのはこの最初に一番最初にですね全部所有する。まあ言ってしまえばこれ分譲会社以外ありえないですね。この状態であればまあ、今後のことを考えてまあ、最初から構成証書によることによって規約を作れるのなので。 途中でまあ、区分所有者全員から買い取った上で、えー、全部所有することになったこういう方法は使えませんという話なんですねただこの問題もどういう趣旨から結局のところ分譲会社の方が最初から決めていたルールこれをまあ、作らせていいだろうということからなので うん、分譲会社なんですね、まあ、その辺が見えてくるとすぐ回答できたもののやっっぱりりななとところが分かってないい結構難しし問題ではありましたただしこれ今回、えー、今回というかね今年なんかに取材されてるとやっぱりこれは解いていきますのでせっかくですからあくまでもこの公正証書によって規約が作れるのはあの分譲会社を想定しておりますので最初に所有権全部を所有するもんね占有部分という最初にというのがポイントとなります。 ということともう一つですね実を言うとこの問題においてはこの2番ですね、えー、これが一つ問題となってくるんですがこれはまた戻って集会のルールになるんですけれども。 法または規約によって集会において決議をすべき場合においてこれにかわり書面による決議を行うことについて区分所有者が一人でも反対する時は書面による決議をすることができないとあるんですがいや一人ぐらい反対してもいいだろうその意見も確かにあるんですがこれもあの中身が分かってないと結構きついんですがこのですねえっと書面による決議とさらっと書いてあるものの実を言うとこの集会において決議することに。 代わってですから実を言うとこの文の書面による決議というのは実際には集会は開いておりません。 あのまあリゾートのマンションとかですねそれからですね、まあ、都心においても投資型のマンションとかだとなかなかそこに住んでる人、まあ、ああ少なくなるケースがありますねだから集会、えー、開くにもなかなか開きにくいっていう場合なんかに備えてですね、えー、もちろん一人たりとも反対してできませんが全員の同意があれば、まあ、例えば決め事を書面などで回しておいて結論賛成か反対かっていうのを、まあ、記入していただけたらいたら 決議はしてないものの決議したことにしましょうそれが書面による決議なんですねこれ実を言うとマンションの管理において一番大切なのは話し合いなのでその話し合いの一番大きな場面が、えー、管理組合における集会なんですね、えー、集会はちなみに法律で、えーえー、管理組合の意思決定の最高機関と言われておりますのでこれを、まあ、言ってしまえば奪ってしまうことになりますのでここは さすがに管理組合のまあ、多数決主義とは言いつつ、一人たりとも反対するとこの書面による決議はできないという話なんですね。この点についてもまあ、管理業務主任者においては出題結構あるところなので、えー、それがま今回の例示の一番最後の20ページになるんですが、ここだけちょっと確認してみてくださいですね。えー、一番下のですね、えー、と書面電字的方法による決議とは、ね。 先ほどの通りですね。本来だったら集会決議を開いて、そしてそこで決めていくことを、集会を開かずに、もし区分所有者全員の承諾があった場合、だから一人たりとも反対したらダメなんですね。えー、書面または電子的記録、まあ、今の時代ですから書面を回すというよりもですね、えー、そうですね。 LINE いいなんかでグループ LINE 組んで、まあ、こういうものを決めますよってああいうものが一つ電磁的方法なんでしょうかね、うん、一例でしょうね、まあ、そういうものでも、まあ、実際に集会を開いてないので全員の同意がいる。 ということなんですね。まあ、こういうまあ根本的なところがちょっと理解しておかないとなかなか解きにくい問題ですが、まあ、今後はまあ卓見の試験においてもこのレベルどん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 増えてくるでしょうね。そしてもう一つこれも実際には過去問であの卓見のね過去問でも出題されたところがあるんですが矢印のところですね。 区分所有者全員の書面または電的方法による合意があれば、まあ、ここももちろん全員なんですね、えー、書面または電的方法による決議があったものとん、全く同じようなことを言ってるようなんですがこれ実を言うと結構特に今見てらっしゃる方であのマンションの、まあ、新築マンションの分譲などを、ねまあ、経験なされた方がある方あるいは新築マンションを購入された経験がある方ね。これで 結構書面に印鑑をしてますあの実というとマンションの分譲する際はですねあの通常のですね戸建、えー、てと違って結構な書類渡すんでその中にですお、ね、およそ新築マンションであれば管理組合による規約案っていう形でね、えー、そこに犯行させれることをお刺されるそうですね。 どうぞお買いの方あ方重要事項の説明しましたそれから契約書面もありますそしてちょっとマンションですからさまざまな処理があってその中で,ですね今回の、えー、マンションにおける管理組合の管理規約規約ですねこれの案がありますのでこれ賛同いただけるんだったらこちらに犯行まあほぼほぼあ賛同もクソも減ったくれもなくボンボンボンも反抗してるんですけどねこれです。 あの実を言うとですね、えー、とその分譲する際の書類の中でお、まあ、およそ先ほど言ったように、えー、規約案っていうのがありますがそれに反抗すると、まあ、同意したっていうことになりますので結論でいきますとあの分譲を下手すると前あの建物が建つ前からです、ね、建て上がったものの規約そのルールを結構決めてるっていうのがここなんですね。区分分所有者そのちち譲でで購入する,する人たがが全員が反抗ししてて同意していくんであれば 結局のところ電磁的方法による合意があったあ書面または電的方法による合意があったとされますのでもしその規約の案について OK っていうことになれば結論として規約は原則として、えー、集会の決議において4分の3の決議で取りますのでもちろんそれによってですね全員の同意があれば決議があったものとみなされるので結論というとあれマンション購入しました新宿だよね。 周回開いいいてなななののにいきなりなんでこの規約があるんだっていうのはこの規定を使ってるんですねあの結構実務上も必要なところまああの宅建でその仲介やったりそれからですね、まあ、販売したりするときに必要な知識も結構この区分所有者法にはね含まれておりますしそれから実際に、まあ、業務をやっていて、まあ、宅建の業務をやっていてどうしてもまあマンションが比較的分あの物件としては多いですよね。 区分所有法っていうのは比較的大切になることがありますちょっと妙な締めくくり方なんですがあのもちろん試験出るということは卓研の試験で区分所有法が出るということは実務上必要になってくることがあるのです、ね、そうなってくると実際に管理の場面に遭遇しなくても今の時ね卓研、えー、試験で、まあ、勉強の癖をついけている時に区分所有法をね、えー、勉強してで合わせて管理業務主任者の、ね、資格を取っておいたこれ後々結構楽です。あのー、今 勉強癖がある時に、ね、あるえてねちょっとひとし,つしんどいですが42時間ちょっと勉強の期間が長くなりますが、まあ、一緒にね管理業務主任者のまあ資格も取っていただければ後々絶対なくなると思ってくださ、ね、い。そこで今回ちょっと最後なんですがそういう人たちというかね卓、えーまあ、建の試験勉強しながらそしてその後の見据えてい、えー、らっしゃってる方ね管理業務主任者。あのー はじめに少しだけ紹介したと思いますが、こちらのですね、管理業務主任者についての講座ですね、毎年用意してるんです。はい、管理業務主任者の長短合格ロードパックとしてね、これ関東すいません、えー、もので申し訳ありませんが、生講座で用意しております。はい、池袋校と横浜校で日程がそれぞれですね、えー、宅建試験の…あ 後ですね結構タイトなところなんですけれども、えー、10月29日から始まって最後の最後まで萌衣試験も踏まえてねで、えー、実際に池袋の校は小野講師が担当しておりますで私横浜校で担当してで、えー、と出席され、えー、あどうしてもねあの地方の方で通えないっていう方も踏まえて通信も用意しております通信太田講師が担当しておりますがそれぞれねそれから、えー、もちろんですね通学を前提としてウェブやそれから DVD で、まあ、フォローの形もついております。 のであの比較的お値段も安めですから、まあ、こういうのを使って、まあ、私たち力添えになれればななと思っておりますちなみにほんの少し、えー、値段であすあの特にですね宅建、えー、官業満館それから賃貸不動産経営管理士ね勝って受けられた経験がある方あの受験するだけであのレックの講座を取るとか取らないとか受験するだけで、えー、通常を 通学ウェブフォローの場合の4万のところがねぐっと下がって3万までなっておりますのでまあこれで一つ管理業務主任者の比較、えー、がまあ万年になると思ったらそんなに高いものではないと思いますのでこういった講座ねご利用くださればと思いますので長短合格ロードパックですまあ詳しくは各支店などですね、えー、各窓口などで、えー、あるいはネット上からね、えー、まあ確認していただければと思いますのでまあそれを踏まえてせっかくですからねえー、っと 宅検の試験と合わせてその勉強の流れで管理業務主任者の合格も目指していただければなというのが私の切なる願いですはい、えー、それではえー、っと今回ですねまあ、管理業務主任者、えー、まあ、宅検試験の後のねまあ、短期で合格しようとしている向けの、えー、ガイダンスでしたはい終了いたしますお疲れ様でした